北朝鮮が開発を進めるリゾート施設の最新の衛星画像をアメリカの研究チームが公開しましたアメリカの研究チーム38ノースはリゾート施設の開発が進む北朝鮮の東部ウォン山を20日に撮影した衛星画像を公開しました人口の小さな島が浮かぶ区域では高層ホテルの建設が続いていて バターゴルフとみられるコースも整備が進められています一部の区域では4月には建設の初期段階だった建物が1ヶ月余りで20回以上になったということです経済制裁が続く中キム委員長が建設の進展をアピールしている可能性が指摘されています